全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ鉄臭い錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いは何だ。あ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先も、もっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は、星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。
じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るなら作戦だ。トトン、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。瓦礫の上に出れば駅まで済むが、俺は怖くて無理だけどね。駅は無事か。なんだ。まさか、どうして？
ありえない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ。クラウド、星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。予想以上か。また魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。大丈夫だ。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。戦車を見逃すな。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助
けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。地面に置け。ゆっくり。遊びは終わり。バカだ。進むぞ。ターゲットを発見！ 攻撃！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 攻
TP 攻撃開始。ターゲットは敵を目指していた可能性があるぞ。やってやる。この仕留め、一気に叩き込む。ここから出すな。皆さん噴水機の前で打ち合わせの攻撃中。救援の部隊は直ちに急行せよ。こちら噴水機は救援を求む。引き裂く。かかってこい。受けて炙り出す。正面突破は難しいが、他の道は建物に伝っていくか、上から行くのか。なんだ、探せ。絶対に逃がすな。見つけたぞ。異常なし。やれ。遊びは終わりだ。攻めるぞ。悪くない。当然の結果だ。来たな。解放する。ふぶけ。ほらこれ。じゃあ
の位置を教えてやれ。ほとくずいだ。焦りは終わりだ。おとなしく投降しろ。貫く。こぜ見極めろ。くっ立ってこい。シャッ！シャッ！かかってこい。すんだけ。ここで仕掛ける。シャッ！キル！受けてやる。叩き切る！やっ！一気に叩き込む。ここまで切り崩す。とどろけ。バカ。よし沈め。終わりだ。どうってことない。
クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？ちょっと待って。心配したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたか。終点イスラム7番線に先頭車両。この列車は1番マコール爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。ちょっと聞いていいか。身はどうなったのかしら。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。出かけたりしないで、うちにいればよかった。クラウド、SOS。 7番に影響があるはずだ。シンラ、何とかしてくれんじゃねえよ。クラウド、SOS。 ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。うん、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないのよ。クラウド、聞いてくれてありがとう。今のバカにしてきたバスだって言い方が冗談やめてよ。マコールだけには。マコールを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。なんなんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ新列魂。
ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。行きましょう。嘘でしょ。何も聞こえなかった。くだらねえ、何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。